こんにちは、佐竹です。今回はこれ、この問題、つまり四角に当てはまる数は何かという問題を解いていきたいというふうに思います。もちろん、それぞれの四角に当てはまる数は全て同じです。2020年、洛南中学の問題です。では、やっていきましょう。まず、これ、左辺を計算しますね。で、今、分母が全て四角で共通なんだから、この左辺を計算するには、まず、分母の分子の和を計算して、それから四角分のと書いてしまえば問題ないですね。では、分子の計算。2足す3で5。5足す5で10。10足す7で17。ちょっとスピード感上げていきます。17足す11、28、41、58、77、100。つまり、左辺は四角分の100。で、これが四角になった。イコール四角。で、これ、分母の四角。これを消すために、この式に四角をかけてあげましょう。つまり、四角かける四角が100となります。そうすると、100っていうのは10の10かける10。つまり、四角イコール10となりますね。で、今、中学受験用の問題、まあ、小学生のみんなが解くわけだから、一応これ、マイナス10でも成り立つんだけど、まあ、今回は一応四角は10という形で答えとさせていただきます。で、一応補足なんですけれども、この分子、分子ってこれ全部素数ですね。つまり、素数の中で2から23までの数を全部足すと、これ100になってるんですね。ああ、私解いててこれすごいなぁと思いました。では、解説を終わります。ではまた次の動画でお会いしましょう。噛んじゃった。